はい、どうも、キスケです。ということで、本日は、特に、マジで理由はないんやけど、久々にベジータ、悟空を使っていこうかなと思います。マジで意味はない。うん。まあ、強いて言うなら、海王拳悟空の方が、まあ、なんか、ゴールデンフリーザとかに刺さりゃいいかな、みたいな感じでやってます。で、あとは17号を警戒するために採用したブルー属性に対してとかね。うん。いいんじゃないか、まあ、久々に使うな、マジで。いつの間にか環境から消えてましたよ、こいつは。あ、なるほど。まあ、それが序盤に分かりゃいいんじゃないでしょうか。はい。おめえもう打撃圧使えねえ体になっちまったな。どうするよ。使えねえな。使えないね。外すね。そりゃおめえ問屋が下ろさねえやい。はい、出てくるならベジータに変えようか。はい、目障りだ。あらららららら、らもう一枚こんかね。クルーオッケー。まあ十分でしょう。この特殊圧はやっぱコンボ中に組み込んであげたいという気持ちが私にはある。はい、特殊ダーン。はい、いいね、悪くない。打ちます。打たんでよかったかもしれんけど。まあまあいいでしょう。細けえことはいいんだよ。ほら、ジレンのさ、究極圧ってさ、なんでこんな火力高いんでしょうかね。めっちゃ高くない、火力。はい、縛っていく。あんま意味ないと思うけど、この縛りに関しては。あ、射撃圧きた、ナイス。ってことはこれは出てこない、つまりこういうこと。はい、出した方が良かったんじゃないと思うけど、まあ別にいいわ。関係ねえから、関係ないから、関係ないから。はい、もう一枚ちょうだい。いやー、こうへんかい。遠距離打撃はしょい。まあ、最初のねタックルからね、なんか来るんじゃないかなと思ってましたよ。うん、そういうやつなんだなっていうのは察してたから全然大丈夫。チェンジ、お前の体をいただくぞ。はい、なめるな、落とせ。さすがに落としていく。いいね、強いね。はい、射撃圧、いやー、まあこれは勝ったね。余裕のよっちゃんいいか。アホー。わっしょいわっしょい、うわっしょい。あ、OK。悪いが、俺たちにも守るものがあるんでな。はあ、俺たちは負けるわけにはいかねえ。さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。対戦お願いします。うん、まあようわからんパーティーですね。まあ、ようわからんパーティーはようわからん動きしてくるからちょっと怖いんですけどね、正直。その辺はどうなるかっていうところっすよね。ゴジータブルー、対戦お願いします。 OK。 あー、通常で止めてくる。 OK。はい、おほほほ。しっかりと相手のバニシングバイを無駄にしていく。みんなもバニシングをゲットじゃぞ。はい、チェンジしとこう。はい、OK、最大限活用させていただきます。いいね、キャラチェン楽しいね。キャラチェンするね。キャラ、あー、気力がね、せっかくの特殊圧が。 OK、 うまうま、
悪くない。ああ出てくるんや。なるほど。あとは任せろ。いやー最悪。ラッキー。ラッキー。うま。はい。キャラチェンしまくり。キャラチェンしまくりチャンネルやん。おお。キャラチェンしまくりチャンネル。さあ。オッケー。おおほいやー、まあこれは勝ったね。うん、ダメージの減りを見るに。フラグメントとか全然厳選してないんじゃないか、これは。あまりに減らなさすぎでしょ。さすがに。効かない、効かない。馬です。馬です。縛っていく。キスケさん、慈悲はないんですか？ありません。俺の勝ちだ。さあ、マッチングしました。孫一族ですね。お願いします。孫一族パーリーカカロットの野郎を気にする必要はないぞ。まずは出しがちってところか。ジタ、オラにやら結構身長タイプ？結構身長タイプ？もしかして身長タイプっぽいね。いいダメージ。いや身勝手普通にまだ強いよね。まだ強いよね。どうした？パンチシャグギャーツ。はい、この特殊アーツはちょっと使いたいよ。ベジータで、はい、使います。おお、気ぃつけろ。打撃圧押すなよ。だやべえ、打撃圧ばっかだ。なあ、おいんだこれマジで。パイが悪いな。俺は賭け事できねえタイプらしい。うん、なるほど。ん？メインアビリティ究極ガーズ二刀流ってこと？いや落ちないはず。いやいいダメージマジで。ダメージや。暴れ倒してるやん。あ最悪や。やらかしビッチョンジョンです。いやー警戒しろ、頑張れ。おい、なんか全部噛み合ってるな。よかないですよ。お前ももう終わりだな。耐えろ。耐えろ。よしよしです。いやー戦いづれー。ナイス。出てくる。いやーこれどうすっぺ。あ、射撃圧来るならよし。射撃圧来るなら来ねえか。まあでもユニークゲージは削っとこう。なんで相手のキャラチェンがわからなすぎるんやけど俺。オッケー、ラッキービッチョンチョン。はい、特殊圧来るけど、おいもうなんなんこのゲーム、マジでクソゲーやんほんま。失礼、マジクソゲーやん。全パイのせいやん。うん、オッケー、はい、縛り込んでいく。ああ
消えろ。オッケー。まあ無理に攻めなくていいや。全部噛み合ってるから、ちょっと先からね。だからあんま無理して攻めちゃうと、また意味のないカバチェンしてきたね。カバチェンっていうかキャラチェンか。意味のないキャラチェン。ラッキー。ラッキー。いや、うまっ。落ち着け。攻める必要なんてないんだ、このゲーム。このゲームはマジで攻める必要がない。じっくり落ち着いて、後出しじゃんけんすれば、このゲームは勝てる。落ち着け。大丈夫だぞ。落ち着け。攻めなくていい。マジで攻めなくていい。なんで残んねん。なんで残んねん。ライジング？まあこれは踏ん張りつくから全然いいかな。うん。なるほど。キャラチェンするね。はい。さあラスト。イライラすんなよ。イライラすんな。相手はバカだって自分の中で思い込め。大丈夫大丈夫、相手はバカなんだから大丈夫です。 OK。 通常で抑えて、もうブッパー、いや落ち着け。いやーダメか。勝ったかな。あれ、なんかめっちゃ疲れたわこの試合。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。ご飯からか。まあそうですか。ちょっと楽に勝たせてほしいな。もうさっきの試合疲れちゃったよ俺。うん、すげえ疲れたわ。楽ちんちんに勝たせてほしい。さあ対戦お願いします。特殊はザル、特殊はザルね。はい、打っちゃった。まあいいか、有利属性やからどうでもいいやっていう気持ちしかなかったわ。はいはい。ああ、おいしい。お、まさか。おいしい。まさか入れ込んでるタイプかと思ったけど、ラッキーですねこれは。縛っちゃおうかな。トゥルトゥルトゥル。 OK。 慈悲も容赦も持ち合わせておらぬ。さあまずは1体。おお、これは楽できそうだぞ。しょっぱな1体落としたのはだいぶでかいんじゃないか。 OK。 打撃圧しかないのマジうんざりです。正直攻めないよもう。自分からは当然ですよ。だって自分から攻めたら弱いドラゴンボールゲームなんだもん。やばくねそのゲームって。はい、特殊ドーン、必殺技ドーン。ほら強っ。強っ。入る。なるほど、ミスったね。まあいいか。 OK。 ベジータ悟空の動画なんだね。シューです。さあラスト。シュ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 。
攻めないよ攻めないよ。お前ラスワンご飯俺は舐めてないからな。普通に挽回の目処があるから攻めない。オッケー、あざした。所詮はこの程度か。